によれば、2014年12月18日、私学審で財務に不安があるとして、継続審議となった直後に、近畿財務局は大阪府に対して、継続審議となった理由を問い合わせ、私学審の結論を出す時期など、ある程度事務局でコントロールすることができるのではないか、こういう趣旨の発言さえ行い、このシナリオ通りに進めようとしたんですよ。もちろん、大阪府だって決して被害者ではありません。規制緩和を行い、国と二人三脚でやってきたんです。契約書の中身まで事前に伝え、森友の認可のために、認可が下りる前からせっせと準備を整えて、スケジュールが遅れそうになれば汗をかいて規定路線に戻すと、そんなことまで財務省はやってきた。佐川理財局長は私に対して、府立学校審議会の前に、財務省近畿財務局から森友学園に対して、予断をもって国有地売却等の是非について申し上げた事実はございません、などと、繰り返し答弁してきました。この答弁は嘘だったということですね。時間ですので、佐川理財局長、簡潔に答弁ください。お答え申し上げます。今までの答弁通り、予断をもって処分の方針等について、無効に伝えたことはございません。委員長。宮本君。断じて納得できません。引き続き、追及をすることを申し上げて質問があります。次に、地域田没君。地域君。日本維新の会の地域田没です。本日は国土交通行政に関する一般質疑ということで、インフラシステムの海外展開についてお伺いいたします。政府はインフラシステムの海外展開等を支援するために、